ネオキャリバー GT15 修理完了しました。前回の墜落の原因はこれです。テールベルト切れちゃったっていうだけですね。リカバリーがうまくできなくて墜落しちゃいましたけど、復活の調整フライト始めていきたいと思います。
これあれかな、長が早すぎ。